毎週水曜のこの時間は、ショーンテイ・ショーノさんによります、TJS 朝一番風水寄せのお時間でございます。今日もどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみに。2016ユーキャンノット朝一番流行語大賞のノミネート作品をご紹介しましょう。まずは一番目。たララララららンらら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 ら ラーメン好きラジオパーソナリティでございます。おめでとうございます。毎日3杯はコテコテのラーメンを召し上がるということで、いやー流行りましたね。っていうか、太りましたね。この企画を始めてから。さあ、お次でございます。たルルルルバンショーンテイ・ショーノさんのサイレナッパな一泊3107871891でございます。 新海アナウンサー同様ショーン・テショーノさんもずいぶん太ったようですがとお尋ねしましたところはいオイラナボナを一泊いだそうですさあそして最後のノミネート作品タラララララララバンいらっしゃいリトル東京はトシシュシさんのオーナーシェフトシさんこれがこうなっちゃったもんでもうスパーッといっちゃうと思ってさが選ばれました 一体何のことなんでしょうかこれが、うん、こうなっちゃったもんでもう,もうスパーッといっちゃおうと思ってさ意味が分かりませんがこの12月1月に年寿司さんののれんをくぐると風水の新年2月4日から運気の上がるとても縁起のいい仕掛けをさせていただきました是非リトル東京は都ホテル斜め向かい櫓向かいの年寿司さんへ足をお運びいただいて 縁起のいい運気の上がる食事を一度なさってくださいね年末年始も営業しているそうですそして海運やドラゴンゴッドではこの12月ブレスレットやペンダントをお買い上げのお客様には新年に向けてとても縁起のいい運気の上がるギフトラップを無料で提供させていただきたいと思っております縁起の良いギフトラップのお問い合わせは310-787-1891 オイラナボナを一泊いです。では、また、ショーン・テ・イショーノさんでした。ドラゴン・ゴッド。お問い合わせは、三一零七八七一八九一まで。